こんにちは、よしみです。いつもチャンネルをご覧くださりありがとうございます。すっかり春の暖かい陽気になりまして、桜や菜の花もね咲いてとても気持ちいいお天気の日なんですけれども、今日も久しぶりに配球見ていきたいと思います。前回の配球、朝日と西野屋と、それぞれのねドラマがありまして、結構感動的な物語だったんですけれども、これでね烏野高校のバレー部もいろいろなこう守護神だとかエースだとか役者が揃ってきたというところで、猫間との練習試合どうなるんでしょうか。本日はエピソード10を見ていきたいと思います。エース復活しましたね。押されず決まった。どごご多分強いよね、カラスの。よく拾いますね。第10話、憧れ。厳しいね。泣いてたしね、この間、田中さん。守備範囲相当広いからね。打ち方も変わってくるし、ここで監督の出番。ぬっ、おー、びっくりよ、これは。おお、やるね、1年。翔陽、翔陽って呼んでくれたね。すごいよね、影山。全く見ないでっていうのもすごいよね。月島月島いい味出してるわ。こっちは信頼関係ね。対照的な。今年はいいらしいよ。おお、おとり作戦も効いてるね。ブロックそういえば、なんか見てる。この人ね、気になるよね、この10番。栄光、どこにブロック飛ぶ。あ、来た。おお、間に合ってる。当たった、やるじゃん。うわ、惜しかったね。上に弾かれないようにしないと。影山聞いてなし。この人出てくるんでしょうね、後々。楽しみよ。
ち抜けるなら関係ないもんな。あんな風な身長とかパワーがあったら俺も、いや小さな巨人は小さいけどすごかったんだ。おお、そうよね。ああ、レシーブは顔面レシーブ出てしまったね。ここで顔面レシーブが、めっちゃおでこに食らってるね。脳震盪大丈夫、起こしてない、慣れてる。これ楽しみ。この影山の顔。何ボケっとしてた。試合中に。やべえ、マジ怒りだ。後頭部にサーブぶつけた時の感じだ。鳥なんて地味でかっこ悪い。自分にアズマレさんみたいなタッパとパワーがあればエースになれるのに。こっちもこっちでドラマですね。さすが仲良し。分かってるね。すごい図星で来るね。何が悪いんだ。もともとでっかいお前になんか絶対わかんないんだよ。そろそろ終了の時間だ。え、試合が。まあね。鍵山もともとでかいからね。まだ3対2よ。長引きそうな試合だけど。よし、じゃあ続き始めよう。お、ここまで来た。宣言した。なんですと？宣言したよ。挑発。爽やか天才。となるよね。通常3枚飛ばれるし、これ嘘だったら結構ウケるね。絶対違うと思うけど。うまさがないとね。うまさが、自信がない。次はこっちの乗り切りパターンか。あ、来た。自らおとり。すごいフットワークだったね今。どういう動き。来た、ジャストミート。おお、すごいじゃん。野安さん取れなかったよ。おお、結構実際の試合でもミドルブロッカーがバンバン手入れるとすごい気持ちいいんですよね。よし、今の一発すごかった。油断させてすみませんでした。影山いいやつすぎるやろ。仲良しになりすぎやろ。あの二人同じ中学出身か、それとも小学校から一緒とか。違うんですよ、運命なんですよ。運命の出会いだったんですよ。非常だな。おっさんも本気出しちゃうんだぜ。お、サーブ後ろ来た。お、落ちた。サーブに技ありですね。魔球。そっち得点。
お、山口さん久々に、おーサーブだけで結構いかれたね。点とにもかくにもレシーブよ。サーブだけで点取られるとね、やばいよね。おー取った。これは面白いラリーだ。おーどうだった、いけるか。あー決まっちゃった。おー町内会か。ほうほう。青春だったね。叫んでたもんね。さすが OB たちやるね。いよいよ監督始まるんですね。選ばないといけないからね、メンバーを。そうだそうだ。どんな呼び名でもポジションでも敵チームに一番恐れられる選手が優しいですな。あのミドルブロッカーやべえぞ、気つけろ。めっちゃフォローしてる。負けないからな。いい先輩たちすぎるね本当に。西野や頼れるよ。言うね。月島の顔よ。お、東京駅。お、赤ジャージ。猫ま。猫ま来た。おー、いるね。個性的なキャラが。はい、というわけで町内会 OB たちとの試合、まあ OB たちの勝利で終わったわけですけれども、ここでねカラスノの現役チームに様々な葛藤乗り越え劇があったわけですね。2年生3年生のみならず、1年生のまあ日向もエースへの憧れ、そこをちょっとこうジェラシーをね乗り越えて、真の意味でそれぞれのポジションが本当に対等に価値ある大切なポジションということをね分かったわけですね。影山がね日向のことを分かりすぎてて、日向と仲良しすぎてね、もうなんか本当に運命の2人なんだなって感じでしたけど、ここで役者は揃ってきたので、あとはまあレシーブ力サーブ力なんかを磨いてね、2コマとの対決に備えたいというところでしょうか。それからねスタメンがどんな風になるのか、気になるところですね。それでは皆様ぜひグッドボタンやコメント、チャンネル登録お待ちしております。また次回のリアクション動画でお会いいたしましょう。では本日もチャンネルをご覧くださり誠にありがとうございます。皆様のグッドボタンやコメント、チャンネル登録のおかげで動画を更新できています。メインチャンネルでは様々な歌ってみた動画や弾き語り、 Apple Music、Spotify、その他配信サイトでは作詞作曲、編曲、すべて自身で行ったオリジナル曲を配信リリースしています。 Twitter、Instagram もチャンネル概要欄からぜひフォローしてくださいね。お待ちしております。